こんにちは。世界のジャイボサロン始まります。今日はね、まあこの写真これ多分これアントワン・アルボーのジャイボの写真かな、スラロームね、スピードボードかな、そんな感じなんですけども、これを見て、これを見てっていうかね、メンバーさんから実言うと、こんなようなこうジャイブのシーケンスの写真をいただいたんですよ。で、修正する点としてどこですかっていう感じで、私がどこでここを修正しましょうって言ったところが一つ、結構重要なことがあったんだけども、これはまだあんまりね伝えてなかったとこなんで、ちょっと今回ね、しっかりとこれ伝えていこうかなと思って。これ目線ですね。目線っていうのはね、ジャイブの出口見るとかそういう目線じゃなくて、このなんだろう、平行感覚、垂直とかね、平行っていうね、そこの感覚なんですよ。バランスを取るために、目線っていうのは必要だから。私前ね結構言ってたんだけども、頭はねセンサーだって言うんですよ。頭、ジャイブをやってる途中で内径取るじゃないですか。で、内径軸を取りましょうってずっと言ってますよね。でも、その内径軸を取った頭のてっぺんからつま先まで全部内径軸じゃなくて、頭っていうのはこの45度こう内径軸で傾いてるとすると、頭だけピョコッとね水平なんですよ。水平と垂直なんですよ、実言うと。これをね結構ね、まあ最初からそんな意識しなくてもいいんだけど、でもこう頭のこの頭っていうのは本当にこう水平を取るんで、水平器みたいなもんね。だからバランスを取るんですよ。それが目が2つあって目線なんですよ。これ全部が斜めになってると、地球の水平線が斜めになっちゃってるんですよ。そうすると重力に対して斜めになってるから、これバランス取れないんだよ、実際とね。頭っていうのは必ずセンサーだから、垂直を測るセンサーみたいな、平行を測るセンサーみたいなとかあるんで、ジャイブの時にも必ずこのセンサーを使うってことなんですよ。垂直を取ったり平行を取ったりっていうことね。で、これアントワンのジャイブ見てると、これちょっと横だからちょっと分かりづらいんだけども、頭がちょっとこうこの場合右に傾いてると思うんですよ、これね。まあジャイブの出口見た時は斜めだけど、バランス、スピードが落ちれば落ちるほどバランスを感覚取るんですよ。スピードに乗ってる時ってそんな取んないんでね、全開でレールに乗っててスピードがすごいある時っていうのはバランスっていうのは取んなくてもいいんですよ。G を感じて、 G っていうのは地球のど真ん中に引っ張る力っていうのが垂直になっちゃうわけだから。で、これバランスなくなると、今度は G じゃなくて真下に来るわけ、地球のど真ん中に、この G のかかり方が。そうすると体が45度斜めでスピードが落ちた場合には、頭でバランスをこうやってセンサーでバランスを出してないんだよね。そういう原理なんですよ、実を言うと。だから微風になればなるほどバランスっていうのは難しいですよ。回転系はものすごい100キロだって、100キロの G を感じながらカーブをコーナーを曲がるんだったら、そんな極端にはねこういらないんだよね。ただスピード落ちた時にはバランスなんですよ、頭のセンサーで。で、もっと落ちると上半身のバランスを取るんだよね。だからスピードのないジャイブの人って大体体が垂直に立ってるね。これはスピードがないからしょうがないんだよね。全部内傾軸して内側に倒れちゃうわけだから、上半身でバランス取る、まあそこなんですよね。だからいつも同じスピード、これね、かなり話がくどくなっちゃうから、ちょっとだんだん、やめときましょう、この辺で。だから頭はセンサーと、それをちょっとね今回伝えたかったんですよ。で、あとは頭がセンサーとか、このジャイブの写真を見ると顎が上がってますよね。少し目線が平行センサーになってるんですよ。振って顎を上げて、これ真下向いちゃって水面向いちゃうと平行を取れないんですよ。だから顎を振ってあげて、目線はいつもね、こう地平線を見るような感じ、水平線を見るような感じで顎をちょっと上げていつも見てるんですよ。押すと目で、結局目でバランスするからね。五感で取るには、ものすごい、練習量が必要。慣れね、慣れがね、慣れてくると OK ですよ。多分アントワンなんかも慣れてるから多分OK だと思うんですね。だからそういう感じの、ことを言ったと。で、これが図としてはこう、ほら、水面の水平線とかね、地球上の平行を取るわけね。地球上のね、G の中じゃなくて、地球上の静止してる時のね。で、回転系で G がかかってるときはまた、その G に対しての、水平っていうことになるわけね。G に対してのね。だからそんなに極端にこう
こうなんだこう頭のセンサーを使わなくても G がある場合には結構 OK。 でも本当にこうバランスを取る、ね、微妙なバランスを取るのが繊細になとこは必要な場合はこれ取るんだ。これだ何が取るかというとバイクのロードレース、あれコーナリング200とかね、下手すとそのくらいのスピードで入るわけじゃないですか。すごい体とバイクがもう路面にくっついちゃうぐらいなってるんだけど、よく見ると頭だけでペコッと水平になってるんですよ。水平わかります？頭だけふっと立ってるんですよ、うん、立たない人もいるけど大体見てるとほぼ立つんだよね。くっとこうあと首かしげてね、でちゃんと目線でこの平行感覚を取ってる。だから本当に目線と頭ってのはセンサーなんですね。だからここのセンサーをおろそかにしちゃダメなの、まあ、目線下向いちゃったりとかね、うん、あれの方向に行こう、体軸と一緒に頭も一緒に斜めになってたりとか、よりはちょっと首だけこうやってやってセンサーだから、いつも 目をいつも見てる、必ず見てるっていうところがね結構重要になってきます。そこをねちょっとね、今回は分かってほしいと。で今回この写真で言うと、顎を上げて目線センサーは平行水平を保つ、だから本当に目線ですよね、センサーで。これ中の写真もそう、こっちの左か、左だね、頭目線はセンサー、平行水平を保つ、だからこれもこう黄色の矢印でぐーっと内径取ってるわけじゃないですか。でも頭だけキュッとこうちょっと右に傾いてて、目線はこう水平線を見るような目線になってるわけね、うん、そこですね、うん、この写真なんだろう、あこの写真はあれだこのジャイブの人はねすごいうまいんですよ。でこのジャイブの人はこうこれ見ての通りね、レイダウンが嫌いなんですよね。もっと内径軸をしっかりとってレールを入れようよって話なんですね。でこれ見てもらうと分かるけど、話全然ずれてるか、まあいいかジョイントの前からレール入ってんだよね、左側ね。でレイダウンの場合にはほらジョイントのとこから後ろの線入ってんの、もうこれだけでブレーキがかかってるの分かりますよね、うん、で体が全然内径軸前傾何もしてないので、セールのポイントでパワーポイントでボードを回してるってことなんですよ。これ絶対後半失速するんですよ、間違いなく、うん、間違いなく失速するんですよ。本当にうまくいよっぽどうまくいかないと、っていうか一人で平水でジャイブしてるんだらいいですよ。スラロームのレース中にこんなことしてたら、ギャップとか波のギャップとかね、他の人を避けたりっていうのを知識する、まあそういうことを多分、ね、言いたいんですよ。まあ話がずれたので戻りますそういうことです、だから今回はねこの頭と目線はセンサーってことをちゃんと伝える。でこれなんかの写真ね、これ引っ張り出してちょっと今見てるんだけども、これもボトムターンですよ、ボトムターン。ほら背骨と棒マストの平行ラインっていうのはこれは分かってると思う。これ真ん中の、ね、写真ですよ、ボトムターンしてるね。ほら顎だけ上がってるんですよ、これ頭だけ。これ目はちゃんと水平線を見てるんですよ、というか平行をちゃんと取ってるんですよ、センサーだから。うん、このセンサーがないとやばいんですよ、うんこのセンサーがあるおかげによってこうバランスが取れるっていうことですね、うん、だからこの目線っていうのは結構重要なので、これなんかもそうですね、この写真で、目線でちゃんと見てみますか。これこう顎を引いて下見てたらこれはもうねバランス取れなくなるんですよ、うん、だからこの目線センサー今回は、ね、それでいいか、うん、ほらね、目線センサーそこが重要っていうね、あなたは水平器ね、レベル器っていうのかな、うん、水平器ね、あなたは頭は水平器だってことね、いつでもこう水平をしっかりと水平垂直を取るっていうセンサーなんで、いつもそれを目で働かしてくださいっていうこと。これだけでまたねジャブがだいぶ安定しますね、ジャブだったりセリフも安定するので、ぜひともそのね目線ということをちょっと気にしてちょっと練習してみてください。ありがとうございます。